こんにちは、デリッシュキッチンです。ハロウィンサンドクッキーを作ります。ボウルに無塩バター 100g、 砂糖 80g を入れて白っぽくなるまでよく混ぜます。卵1個を割り入れて混ぜましょう。これを2等分にし、片方に薄力粉 100g をふるい入れ、さっくりと混ぜてひとまとまりにします。生地をラップにのせて包み、冷蔵庫で30分ほど置きましょう。残りのクッキー生地を用意し、薄力粉 100g と紫芋パウダー 10g をふるい入れます。さっくりと混ぜましょう。生地をラップにのせて包み、冷蔵庫で30分ほど置いておきます。生地をラップで挟み、麺棒で2ミリの薄さに伸ばしましょう。ラップを取り、薄力粉適量を型につけて20枚作ります。余分な生地を取り、天板にクッキングシートを敷いて乗せ、目と口を爪楊枝で作ります。160度に予熱したオーブンで10分ほど焼いて冷ましておきましょう。紫芋クッキー生地も同様に作り、目を爪楊枝で作って、160度に予熱したオーブンで10分ほど焼いて冷ましておきます。チョコレート3枚は細かく刻み、耐熱容器に入れて生クリーム 70cc を加え、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで1分加熱します。取り出したらよく混ぜましょう。冷蔵庫で30分ほど冷やします。クッキーにチョコレートクリームをのせ、もう1枚で挟み、残りも同様に作ったら完成です。ぜひお試しください。